TPP 法案を審議する特別委員会がきょう衆議院に設置され委員長には自民党の西川元農水大臣がつきますしかし政治資金の問題で辞任した経緯があるため野党側は反発しています中継です西川氏の起用について自民党は農業政策の権威だと太鼓判を押しています というのも西川氏は政府の TPP 交渉を裏で支えてきたほか農業対策も取りまとめてきた実績は評価されているからですまた国会審議そのものについて与党内では民主や維新も TPP に賛成していたとして落胆する声も上がっています。政政治治と金で国民の信信頼頼をを損ねたと政治信頼を どの程度回復するために政府与党として考えておるのか野党は西川氏の起用を批判しているほか TPP 交渉を担ってきたあま前大臣についても真相解明の責任があるとして参考人招致を求める方針です政府与党は伊勢志摩サミットや参議院選挙を見据えて4月中の衆議院通過を目指していますが思惑通りに行くとは限りません